高志実は、新朝の官僚。字はか。満州木畑人で、金の皇室ワンギャ氏の末裔。稼働総督、林喜びの子で三口通商大臣の高志奴は弟にあたる。同校三十年に新士となり、官林員初期都市、自公学士、内閣学士、戸部次郎、後部次郎などを歴任した。皆、豊九年、中倉弁次大臣に任命され、 認知に赴く途中に、死川総督代理を命じられた。当時の死川省では、李英は、愛朝かなえらの放棄軍が、雲南省から侵入し、勢力を振るっていた。高史実は、湖北巡部、落兵省と協力して、戦いにあたり、皆、豊か11年に、落兵省が死川総督となると、生徒将軍に転任となった。その時、 アヤサカナエは十数万の州を率いて、面州を包囲していたが、高さね、落平城の軍は敵を撃破して、面州の包囲を解き、翌道地元年に、丹能でアヤサ、カナエを戦死させた。道地七年には、東明を奇襲省に派遣して、豪軍や宮尾族の放棄を鎮圧させた。道地十年に、北京に呼び戻され、白旗毛こと等に任命され、道地十二年に、 行部少書となった。高所元年、政教将軍に任命され、和族対策と行政改革に当たった。在任中に死去、死後、文金の死亡が送られた。ありがとうございます。